そう、そんな感じもあるんです。自分で何かありますよ、生徒さんの中でも。ヨガをやってますから肉食べませんとか、ベジタリアンになりましたとか、そうじゃなくて、イランビカムナチュラルという自然で、ヨガをやって肉を食べてないというじゃなくて、肉を食べると何か気持ち悪くなるので、肉をやめてますというのが正しい方法なんです。肉を食べたくない気持ちが出るので、肉を食べてませんというのが正しい方法です。体も心もちゃんと食べないようにしてる。ただヨガをやっているので、生まれた後から肉ずっとサーシスとかいろんなものを食べたりとか、急にヨガをやってやめるって、そうじゃなくて、やっぱり漢方の食べると気持ちよくなるというか、あんまり調子が良くならないとか、食べたい気持ちよ、さっき言った通り自然でなんか、ってなると、ストレスを受けないように全部いろんな、それはエグザンプルですけど、肉、他のものもそうですよ。例えば酒飲むとか、タバコ飲むとか、お酒飲むとか、何でも、いらんというプレミアムが自然で。それは自然でやろうと思ったらできないけど、いろんなヨガをやっていると、そういうふうになっていきますよ。